はいどうも、今回は神奈川県愛好郡というところにやってきました。こちらにある初訪問の家系ラーメンのお店行ってみましょう。じゃん、井戸端屋行きましょう。
はい、ということでいただいてきました井戸端屋さんの井戸端ラーメン。これはあの基本のベーシックなラーメンだと思うんですが、これを固め、濃いめ、多めでお願いしました。で、あの実はこのお店入口入るときに豚骨のね匂いが結構したんですが、飲んでみるとあのそんな臭さとかは出ていなくて、多分ねちょっと甘みをほのかに感じたんですが、おそらくあの鶏油とかから来る鶏の風味とか、鶏から取った出汁の甘みというよりは豚骨から出るねちょっと甘みなのかなというような柔らかい感じの甘みでした、うん、で麺は、ちょっとツルツル、カセが高いように感じるようなツルッとした、中太麺で、このスープは卓上にねなかったんですけど、生姜が多分ね絶対合うと思うんですよ。でちょっと今日探した生姜なかったんで、生姜がなかったので、胡椒を入れましたが、これね、中盤までこの自分が感じた分で言うと、ほのかに甘いスープとこのツルツルの麺を楽しんだ後は、中盤後半にちょっとこう塩分を足すんではなくて、胡椒とか生姜とかちょっとこうすっきり輪郭が立つような味変をねするのがすごくいいんじゃないかなと思いました、うん、はい、ということでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。